DI2 の STI レバーの方をつけていきます。アウターケーブルを入れていきます。入りました。 DI2 ケーブルをはめていきます。はい、つながりました。右の ST レバーも同様に組み付けていきます。ここで先にブレーキレバーを入れちゃった方が楽ですね。はい、こちらも DI2 ケーブル挿していきます。ちょっとはめにくい場合はこの真ん中の空いてるキャップを取ってこれをはめやすい状態にしてこちらをもう一回戻していきます。はい、フロントブレーキのアウターケーブルなんですけども、取説を見るとですね、切る長さがですね、ちょうどこのフロントフォークのここのところの高さに合わせて切るということなんで、ここですね、ここで切るということになってます。中にここに通していきます。ちょっと面倒くさい作業になりそうです。ブレーキアウターケーブルにこちらを挿してここに入れていきます。先にこっちを入れます。はい、じゃあフロントブレーキのワイヤーを通していきます。今なんとかここにアウター受けを通してケーブルと一緒にここにちょうどはまるようにできました。もう相当苦労しましたね、これ結構きつい作業でした。はい、このウェッジと呼ばれる三角形ですね、これをまずケーブルを通してそしてここにはめます。ここにローラーっていうのがあってですね、ここにぴったりはまるような感じですかね。これでぴったりはまった感じですね。ここにはまったらワイヤーを切るんですけども、その長さをどう決めるかというと、ここでぴったり引っ張って、一番引っ張ったところでここで切るんですけども、それをなんか説明書で見ると、上と下をマーキングして、でこれを上にどかして、その下の線のところで切るっていう風に書いてあります。ただまあ下の線で切るんだったら上のところは正直あんまりマーキングする意味がないような気もするんですけど、ちょっと一度動きを見るんで、これでまず固定して動きを見てみましょう。どういう感じになるのかな。はい、これでちょっと固定したんで、あ
こういう感じですね。これ上に引っ張られるとこれが両側に開いて、でブレーキが効くという形になってますね。ここの線のとこでマーキングしてカットしてみましょう。一応上も言われた通りちょっとマーキングしてみます。で持ってマーキングされたところでケーブルをカットします。ウェッジを一番下ここに戻して、はい、じゃあこちらに、はい、こちらのカバーをここにつけていきます。正面から見るとこういう形ですね。これでまあ面が綺麗になって、風の流れも良くなると思います。これでケーブル類が全然見えなくなりましたね。からこういう形で、はい、ちょっとまあリアのブレーキアウターケーブルだけちょっと見えてますけど、それ以外はもうケーブルが前から見えないような形になってます。ちょっと訂正があります。先ほどウェッジを六角レンチで止めたんですけども、なんか回しにくいなと思ったら、実はトルクスレンチっていうんですかね、あのちょっと星型みたいな、そのレンチの方じゃないとダメみたいですね。なんでこれをもう一回、ね、締め直します。はい、これで締まりましたね。これで大丈夫ですね。じゃあもう一回このケースカバーをもう一回つけていきます。でどうやらここがロック解除みたいな、はい、これで大丈夫です。はい、こちらのブレーキアウターケーブルがこう出てるんですけども、これをカットしていきます。ハンドルを右に曲げてケーブルが伸びた状態のところで、フレームから出たところから2センチを切っていきます。はい、この辺ですね。これでケーブルをカットします。はい、こういう形でカットできました。で穴を広げて、でその後ヤスリがけします。では実際にブレーキケーブルを通していきたいと思います。でブレーキケーブルのアウターケーブルのキャップを挿入して、フレームのこの蓋をつけるんですけども、蓋に引っ掛けるところがあるんで、まずはネジで留める前に、まずは
ちょっと上から入れて下にずらします。そうするとピタッとこう止まりますんで、ここでネジを締めていきます。でこのネジが地味にトルクスネジになってるんで、気をつけてください。はい、こういう形で止まりました。でこちらのブレーキをリアブレーキにつけていきます。今ちょっとこちらがキャップがカバーがついてるんで、これ外していきますね。リアのブレーキケーブルの調整なんですけども、取説を見るとここかなり省略されてまして、フロントと同じようにしてくださいみたいなこと書いてありました。ちょっと不安ですがやっていきたいと思います。まずこちらですね、これを外します。こういう形で取れますんで、こちらにこう通していきます。で実際はここ、トルクスレンチで止めるんですけども、ブレーキケーブルをこう引っ張った状態でこのワイヤーにマジックで印をつけます。印をしたところでワイヤーをカットします。でその後これを戻して締めていきます。はい、こちらトルクスレンチで締めます。で締まったところでこちらのローラーのところですね、これでこちらちょうどはまった形になるので、左のブレーキレバーを引くとこういう形でブレーキが効くようになります。これでリアブレーキのワイヤーが張り終わりました。あとはまあホイールつけて微調整する形になります。今日の動画はここで終了になります。また次の動画を楽しみにしてください。それではまた次回の動画で会いましょう。